チャーリー・ウォード・ジュニアは、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手、ジョージア州、トーマス・ビル出身、NBA のニューヨーク・ニックスなどで活躍した、フロリダ州立大学出身。フロリダ州立大学時代の1993年には、アメリカンフットボールのクォーターバックとして、パス成功率69.5%、3032ヤードを獲得。 27タッチダウンに対してインターセプトわずか4回の活躍でハイズマン賞を受賞した。また、翌年1月のオレンジボールではネブラスカ大学を破り全米1位へと大学を導いている。バスケットボールでも NCWA トーナメントでもチームをベスト4に導いた。1試合9スティール、通算236スティールの大学記録と、 歴代6位の396アシストを記録している。アメリカンフットボール界のスーパースターだったが、当時のトレーナーのアメフトよりバスケの方が、選手寿命が長いとの説得を受けバスケに転向。速攻時の距離の長いパスは、タッチダウンパスそのものだった。1994年の NBA ドラフト一巡目26位で、ニューヨークニックスから指名を受け入団。大学時代、 野球をやっていなかったが、大リーグのドラフトで、ミルウォーキーブルワーズや、ニューヨークヤンキースから指名された。努力家であり、長距離シュート、ディフェンスの向上に、積極的に取り組み、数少ないニックス生い抜きとして、ニューヨークニックスを長い間支え続けた。1998年には、オールスターのスリーポイントコンテストに選出された。1999年には、 サンアントニオスパーズとの NBA ファイナルエニックスを導く活躍をした。その後は2000から01シーズン途中からマーク・ジャクソン、ジャクソン移籍後はハワード・アイズリーに先発の座を奪われベンチから出場する機会が増えた。2003から04シーズン途中にステフォン・マーブリーら交換でフェニックス・サンズに放出された後に解雇され残りのシーズンはサンアントニオスパーズで過ごした。 2004から05シーズン8月、ニックス時代の監督ジェフ・バンガンディが率いるヒューストン・ロケッツと契約しプレーした。シーズン終了後、選手引退を表明し、翌シーズンはロケッツのアシスタントコーチを務めた。2008年1月、高校のバスケットボールコーチに就任した。ありがとうございます。